どうも皆さんこんばんは、ラファエルのセカンドチャンネルのお時間なんですけど、今日はですね、大変遅くなって申し訳ないんですけど、プレゼント企画の当選者の発表をしたいと思います。破滅、いや、崩壊学園サードの、プレイステ4プロ4台と、MacBook Pro 1台、計5つ、5人、5名様分と、あと、生死行きますの iTunes カード15枚を3名様、1人5枚、3名様の計8人の発表していきたいと思います。いや、本当にめちゃくちゃ遅くなって申し訳ないんですけど、まあまあ、連絡、大体いつもすぐ連絡つくんで、なんだかんだプレゼント企画の発表なんかしなくても、連絡行ってなかったらないし、連絡行ってる人はもう送ってるからいいんですけど、今回ね、ちょっとバタバタして、遅くなって申し訳なかったんですけど、連絡ついてない人が若干いるんで、今日動画出すでしょ、これ夜。で、どうだろう。一週間ぐらい。ちゃんと僕メッセージしてるんで、もうその人としかやりとりできない。要は、なりすましとかも絶対わかんないっていうか、その人としかもうやりとりできないになってるんで、その人からの返事待ちだけなんですけど、今メッセージ上で。で、ね、2名いない、まだ連絡ついてないんで、その方が1週間以内に連絡なければ、プレイステ4プロの方ですね、繰り上げにします。繰り上げします。まあ僕は動画をその、出すの遅かったので、一応1週間。これはツイッターでもつぶやくし、どうしようかな。まあサブチャンネルなんですけど、メイン動画のケツにも、ちょっとエンディングに載せようかな。プレゼント曲の発表したんで、見てねっていうのを。一応それなりに、遅くなっちゃったんで、促すんで、一週間だけ待ちますんで、連絡ください。もう二日ぐらい連絡ないんで、普通もう翌日なんで、だいたい連絡あるんですけどね、みんな。ということで、行きますね。まず、崩壊学園の、じゃなくて、生死行きますの方の、愛知カード5名様分、一人が、被験のりょうさん。20までなら良いです。欲しいです。あ、おめでとうございます。20までいったら、うわ、すっげえな、マジでこの人。と、二人目が、同じように愛人カード5枚ですね。猫マンネリさん、50は無理でした。気持ち的にクリアしました。おー、すごいな。おめでとうございます。今日、プレゼント企画の発表だけど、別に面白いこと言おうと思って YouTube やってないんで、やりたいこと勝手に発信してるんで、勝手に評価してくれていいですけど、面白いこと言うっていうのは前提じゃないんでね、僕。それだけ言っときますけど、特にサブチャンみたいなもう、こんなクソみたいなチャンネル。あと、波動メインさん、32までクリアしました。おめでとうございます。iTunes カード、これで555で15枚。終わりです。3名様ですね。いや、本当に遅くなって申し訳ないです。連絡ついてないぞ。お願いします。で、次がですね、崩壊学園の、プレイステ4プロですね。僕も持ってないんでね、俺が欲しいぐらいです。まあでも旅先で重なるから、細い方がいいのかな。細い方がいいな。まあ、このぐらいね、ほんと、任天堂のスイッチぐらいちっちゃくなるよ。ほんといいけどね。これ、いや、ほんと、いいな。これ欲しいな、俺も。で、いきますね。欲しいです。あ、欲しいですね。線香花火さん、おめでとうございます。プレイステ4プロ、当たりました。おめでとうございます。で、あと残り3名ですね。プレイステ4プロくださいは、これか。パッパラパーさん、プレイステ4ください。おめでとうございます。おめでとうございます。当たりましたよ、パッパラパーさん。で、リタマルさん、プレステ4プロください。崩壊ダウンロードしました。キャラの女の子、みんな可愛い。あーです。確かに可愛かった。可愛かったと思うんですよ、本当に。おめでとうございます。で、あとは、プレステ4プロ最後ですね。ハクさん。ハクさん、iTunes、違うわ。PS4 お願いします。持ってなくてやりたい。俺も持ってないんですよ、だから。PS4 はね、俺持ってないんですよ。おめでとうございます。ということで、ね、残り最後、一枠。MacBook Pro。こちらの方ですね。タンタンさん、ください。パソコンが壊れて困ってます。あー、こういう方が当たれば、まあいいよね。だからっつってこういうコメントするのやめてくださいね。まあこういう方が当たるといいよね。俺、毎回言うんですけど、俺選んでないですからね、これ。俺、違う人に編集してる人とか違う人に選んでもらってるんで、毎回言うんですけどね、これ。俺、アイコン見れば、だいたいどの視聴者さんか分かっちゃうんで、気持ちが入っちゃうとダメでしょ。この人が、好きとか嫌いとかそういうの全部入っちゃダメなんで、僕選んでないんで、まあでも、いい感じですね、今回。まあこんな形で。コメントもくださいだけでいいですからね。なんかあったからどうとか、そういうので選んでるとか、特にないんで、もうその時の編集者の方のノリだと思います。その時に、ほんとノリ。なんで今回そういった形で8名の方でだいぶ遅くなっちゃったんですけど、おめでとうございます。
で、一応メッセージと、ツイッターの ID とか、で、DM で直接入れてるんで、本当になんか、これを機に、なりすましでこう、すげえちっちゃい。なりすましで送ってきたりすると、本当やめてくださいね。もう以前にもあった。これどうやって使うの？っていう形で、今回、本当遅くなっちゃって申し訳ないんですけど、一応今回サブチャンで、今日の7日のサブチャンに載せれれば載せます。日もあるかもしれないですけど。で、サブチャンそうなんです。俺最近ずっとサブチャン住んでます。サブチャンってこういうチャンネルなんですよ。お知らせとか、本当にサブのことを言うチャンネルなんですけど、メインチャンネルは、ゲームチャンネル、いや、でも違うな。やっぱ出張だな。出張が大きいわ。出張やって、いやー、出張だなー。サブチャンのね、ネタでしょ。ネタな。サブちゃんなんて、あ、俺なんか聞きたくだったんだよな。なんでだっけな。そうそう。これほんと、もうこれで一応当選者の方終わりなんで、おめでとうございました。あれですね。最近プレゼント企画でも、なんか、一応ツイッターで呼びかけて、どういうのが欲しいですかとかって言って、以前 MacBook Pro がもう断トツだったんで、それをやったりとかいろいろやったんですけど、まあ YouTube 上のレスポンス、まあコメント数とか再生数見てると、まあ、プレゼント企画とか案件自体が再生数が少ないっていうのは何となく分かってるんですけど、それでも結構やっぱ少ないですね。プレステ4ばっかりじゃない。結構毎回僕いろいろ買えるんですよ。例えば今 Amazon ギフト券もめちゃくちゃ今ここに手元にあるんですけど、2万円分のやつか。これとかも、なんか前、iTunes カードだったじゃないですか。で、それで、なんか使い回しじゃないですけど、まあレシート見したりすれば一発なんですけど、そういうのとかもあるんで、なんかいろいろ毎回書いてるんですよね、僕。あえて。なんか、被っちゃうと、なんか変な、よからぬ噂が立ったりするって嫌なんで、あと、レシートも最近撮ってるんで、今、VR もあるんですけど、VR とかも、この間、言って、もう渡して、今また新しく3台買ったんですけど、そうだな、動画撮影以降に買ったから、そうだな、レシートもそれもあるし、なんかそういう、なんかそういう時ってなんか微妙じゃないですか。なんか前も同じで今回も。まあそれレシート見せればいいんですけど、なんかレシート見せる作業もなんかめんどくさいしみたいな。でもなんかほんと日付ずらしていろいろ計算しないとダメで めんどくさいんですよ。期間が同じだったら、いくらレシート見せてもわかんないとか。完全にもう動画配信が終わった後に買ったレシートだったらわかるけどとか。なんか前回 iTunes だったから今回 Amazon カードにしないとか。なんかもういろいろね、よからぬ噂が立つと、こっち側もね、いろいろ考えたりしてね、なんかめんどくさい作業増えるんですよ。中身全部見して開封するとか。中身あるだろ絶対に。全部あるもう、サブチャンで見せよう。俺これね、メイン動画も撮り終わったんですけど、俺メインの動画でこれ中身見してなかった、そういえば。特に。いや、で、こんなの中身売ってるのしかないでしょ、今。絶対あるの、逆に。俺ないと思うよ、こんなの。いや、わかんない。でもあるのかな？もしかしたら。これ、いや、なんかこれなのかな？なんかいっぱい入ってるよ。なんかいっぱい入ってる。これがメインなのかな？これがメインだ。これなんか付け間違えてよく壊れるっていうのを、なんかいろいろ動画で見る。まあ、僕ね、今回いつも自分のやつも買ったりしてやるんですけど、今回自分のはないんですよ。いや、スイッチに興味ないとかじゃないですよ。スイッチもやりたいんですけど、なんか僕ね、ゲームチャンネル、そうそう、今、グランなんとかオート5やってるんですけど、やっぱダメだな、こっちの、なかなか時間がなくて、本当に。グラセフってなんかストーリーもあるんですけど、なんかそれやってるだけで、成り立つから、結構僕は好きで、いいんですけど、なんか必ず越さないとダメとかってなって、そもそも越さないと、配信できないというか、成り立たないじゃないですか、絵として。だからグラセフってなんか、適当に人、思いっきり、なんか殺しまくってるだけで絵になるからいいんですけど、配信がねちょっと間に合ってないというか、できれば毎日あげたいんだけどな、ゲーム毎日あげたいんだけどな、ちょっと間に合わないんですよね。なんか本当に間に合わない。なんかあれですよね、なんかいろいろ撮ってそのあれですね、何かを得るために何かを犠牲にするっていうのは本当バカだって俺昔よく言って、あ、これなんか色が違う。それ、あ、見て、これ、こっちの方がなんかいい。こっちの方が。なんか、あ、ちなみにこれプレゼント動画じゃないんで、プレゼント動画別でやってるんで、ここに変なコメントしないでくださいね。これは一緒ですね。コントローラーだけ色が違う。なんか何かを得るために何かを犠牲にするやつで、行ってこいで結局ゼロじゃんつって、意味ないじゃん、それってよく言うんですけど、今現状俺がそうなっちゃってるな。なんかメイン動画
出して、案件やったら案件の時は2本出したりするんですよ、なるべく。でそういう時に乗って、結局本数が45本ぐらいになるから、サブチャンネルがちょっとおろそかになったり、ゲームやるって言ってちょっとおろそかになったりしてる。あ、これも色が違うですね。なんかダメだな。結果トータルの本数が2本とかなんで、なんか意味がないというか、なんというかよくわかんないですけど、サブね、俺も好きなんです。サブしか見ないよとか、サブ好きだよって結構多くて、俺もね、サブ好きなんですよ。適当でいいでしょ、サブって。なんかその言いたいこと言えるというか、素で近いこと言えるというか、サブの方が再生数いくときあるもんね、メインより。あれはないよね、本当に。あれはないよ、うん、しかもなんかさ、そうそうそう、世界一、あ、まあいいか。まあいいわ。ということで、当選した方はおめでとうございます。まだ連絡いただいてる方、1週間だけ、今日から1週間だけ待ちます。僕が配信するの遅かったってのもありますけど、ちゃんと僕メッセージ出てるんで、その方、連絡来てない方、ちなみにメッセージですね。もうその方としかやりとりできないようになってるんで、ちゃんと見てください。お願いします。1週間でなければ繰り上げします。繰り上げだなぁ。繰り上げ。繰り上げになっちゃう。本当に。繰り上げは未だかつてないから、本当申し訳ないんで、なんとか気づいてほしいっす。お願いします。ということで、今日のサブチャンネルはこんな感じで。なんか言うとしたんだっけな。なんだっけな。俺絶対なんか言うとしたぞ。ゲームじゃ、あ、思い出した。ちょっと最後に、ほんとちょっとだけいいですか。これコメント DM でもらいたいんですけど、これ知ってるっていう人だけ DM、基本 DM 受け付けてないんで。昔雑誌で見た、ネックレスがすごい欲しくて、この、絶対知らないと思うんですけど、このネックレスこんな感じで、ゴールド24金、イエローゴールドが色々あると思うんですけど、マッチの形したネックレスで、マッチの先っぽが、サファイアとかちっちゃなダイヤが細かくついてる。大きさが多分マッチと同じだと思う。1分の1だと思う。そういうかっこいいネックレスがあるんですよ、キンキラの。で、細いチェーンに細くてマッチ。で、どっかでめっちゃ有名なブランドで、昔レオンの雑誌に載ってたの見たの覚えてるんだけど、それが無償に欲しくなったんですけど、なんか、その、ブランド名がわかんないから、この間も銀座とか買い物行ってたんですけど、どこに買いに行っていいかわからなくて、それちょっと知ってる人 DM 欲しいなぁ。もうメーカー名だけ DM でダイレクトにドンって頭に入れてほしいです。お疲れ様ですとか、なんか、ありましたとかじゃなくて、なんかブランド名だけ英語でパンって、カタカナでもいいんですけど、なんか、言ってほしいなぁ。いや、それだけです。ということで、スイッチ、ちゃんと中身5つ入ってるからね。はい。